あの大人気ドラマドラゴン桜からかつての NG シーンが届きました。まずは OK シーン。阿部さんが生徒に熱く語りかけます。社会にはルールがある。全てその上で働かねばならない。だがそのルールってのは頭のいいやつが作ってる。賢いやつは騙されずに得をして勝ち、バカは騙されて負け続ける。これが今の世の中の仕組みだ。だからお前ら、騙されたくなかったら勉強しろ。手っ取り早い方法を教えてやる。東大へ行け。東大に行けば人生180度変わるというところですが、 NG シーンがこちら。だからお前ら、騙されたくなかったら勉強しろ。手っ取り早い方法を教えてやる。東大へ行け。東大へ行けば人生360度変わる。あれ、阿部さん、ちょっと多くないですか。え、あ、180度か。あ、そうですよね。あ、そうか、一周しようか。元に戻っちゃいます。一周しちゃった。180度変わる。すいません、もう一回お願いします。ごめんなみんな。続いてはこちら。阿部寛さんが山下智久さんを説得するシーン。東大なんてブランドはありがたがってるやつらを見るとヘドが出る。てめえが東大行ったってだけで人生成功したと思ってるやつら、目の前の相手が東大出たって知った瞬間卑屈になるやつら、みんなゲス野郎だ。じゃあなんで俺がこんなに東大東大言うかっていうと、今のお前にはまだわかんねえよ。なぜならお前たちが今日社会について何も知らねえからだ。知らないというより大人たちがわざと教えないんだよ。その代わり未知の無限の可能性だなんて根拠のない無責任の妄想をお前たちに植え付ける。それに踊らされて個性生かして他人と違う人生を歩めるなんて思ったら大間違いだ。社会はそんなシステムになっちゃいない。それを知らずに放り出されたお前たちに待ってるのは後悔と不満の渦巻く現実だけだ。分かったか。バカとブスこそ東大へ行く基礎中国だ。あれ、阿部さん。あ、すいません、技術力って言ってました。言ってましたよ。ごめんなさい、やちょっと熱入れて、やっぱりロケット飛ばしそうになっちゃうんですよね。気を取り直してもう一度。後悔と不満の渦巻く現実だけだ。分かってか。ここまで調子いいですよ。バカとブスこそ東大ルール判断。あ、違う、東大ルール判って言っちゃった。あら、すいません、東大ルール判なんてないですよね。赤もんラーメンか。バカの息子さん、赤もんラーメンだ。すいません、もう一回。あ、違う、赤もんラーメンじゃないよ。東大へ行け、東大へ行けな。バカと息子さん、ドラゴン桜2は4月からスタートです。